ポスやハローニャンパス、どうも炭酸のお兄ちゃんです。じゃあね、引き続きね、俺が知ってるアニメを一気にご紹介ということで、あ行から順番にやっております。で、今回がヤですね。で、ヤがね、5作品しかなかったんで、今回もヤとその次のユをくっつけてやりたいと思います。で、全部で17作品になりますね。ユがちょっと多かった、はい、で、まずはヤから、焼きたてジャパンですね。もうパンアニメといえばもう焼きたてジャパンっていうぐらいのメジャーな作品となっておりまして、めちゃめちゃハマりましたね。すごく面白かったね。リアクションも面白いし、なんか作るパンも、ね、独特で面白かったね。続きましてが約束のネバーランドですね。約束のネバーランドもね、アニメね、2期控えてるのに、つい最近そのジャンプの方で終わっちゃったよね、原作。なんか最近さ、なんかそういう流れが来てるよね。例えばそういう熱がすごく高いうちに、まあ、まだアニメもね残ってるうちに、その原作の方が終わるっていうね。まあ、例えば五等分の花嫁だね。五等分の花嫁も2期が控えてるのに、原作が終わったっていうね。あとは最近で言えば鬼滅の刃ね。これも UFO テーブルの方で映画が控えてるのに、これも原作を終わらせるっていうね。まだまだ伸ばせば、てか人気だから昔だったらもう絶対伸ばすんだけど、なんか最近の流れってこう違ってきてるよね。昔だったら本当無理やり伸ばしたりしてたんだけど、今はなんか本当にもう熱が高いうちにもうすっきり終わらせるって感じでいいんじゃないかなって思う。無理やりね、伸ばすよりはね、面白いうちに終わらせるって、まあすっきり終わらせるって。で、続きましてが、やはり俺の青春ラブコメは間違ってるですね。最初の俺の挨拶もね、その由比ガ浜ちゃんのやハローをいただいております。本当だったらね、4月からね、3期が始まる予定だったんですけど、コロナウイルスのバカ野郎のせいでさ、延期になっちゃったわけですよ。続きましてが山田くんと7人の魔女ですね。こちらはね、マガジンだったかな、マガジンでやってたやつをアニメ化して、確か実写化もしたよね。こちらもアニメ見ました。なんだっけ、ヤンキーくんとメガネちゃんも好きだったから。続きましてが山のすすめですね。こちらは最初ね、すごいショート、3分ぐらいのアニメだったんですけど、2期から10何分ぐらいに変わってね、もうなんかすごい山登りしたくなったオタクが増えたんじゃないでしょうかね、この作品のおかげで。ぜひ4期待ってます。はい、で、ここまでがヤ行ですね。続きましてが12作品のユですね。まあユはちょっと多くなったのは、遊戯王でちょっと稼いじゃってるっていうところもあるんだけど、遊戯王はちょっと一組にはちょっとできないんでね、それぞれ一つの作品として見てます、はい。で、まあ最初ね、遊戯王のその初期の遊戯王はちょっと見てなくてね、カードゲームじゃない方の遊戯王はちょっとあんま見てなくて、で、その次のデュエルモンスターズは初期の方はペガサスの方までは見てなくて、その次のマリック編でね、バトルシティ編か、バトルシティ編からは以降は、ね、きっちり全部見ました。映画も見ました。あとは GX の方はね、その覇王10代のとこからちょっとなんかね、一回離れちゃいましたね。覇王編からちょっと見てない。で、また戻ってきて 5Ds はもう1から全部見ましたね。すごく面白かったね。バイクっていうのもね、また新しいし、その新しい召喚法がめちゃくちゃ魅力的だったね。シンクロ召喚すごい、シンクロ召喚もすごくねハマりましたね。で、続いてがゼアルはごめんなさい、見てない。ちょっとね、主人公のあの感じが、絵柄がちょっと好きになれなかったっていうのもあるし、ちょっとそこら辺で一旦遊戯王から離れてたっていうのもあります。で、また戻ってきて、アーク5ですね。これはね、夕方の5時、ね、土日、どっちだったか忘れたけど、たまたま、見たらハマっちゃって、またね、ここで一気に遊戯王の熱、リアルでも遊戯王やってるんで、また熱が出てきて、きっちり全部見ましたね。もう絵が好きだったしね。すごいヒロインたちも可愛かった。で、その次のブレインズも、もうリアタイで見てたんですけどまあブレインズはちょっと失速しちゃったね。ちょっとね、その新召喚のリンク召喚がちょっとうまくいかなかった。で、今現在放送中のセブンスですね。このね、セブンスからね、制作会社がもうガラッと変わってブリッジになってますね。今まではギャロップだったんだけどね、初期の遊戯王は東映動画なんだけど、このセブンスからはギャロップじゃなくてブリッジ。このね、セブンスはね、本当にもう今までの遊戯王とはちょっと
ガラッと変わった感じになってますので、すごいおすすめなんで、ぜひ見てみてください。まあちょっとね、対象年齢を低く設定 してますね、今回の遊戯は。でも俺は普通に面白いと思う。あとね、ロミちゃんめちゃくちゃ可愛い。で、続きましてが勇者王ガオガイガーですね。はい、もう言わずと知れた、もう熱いロボットもの。これもね、ちゃんときっちりは見てないんですけど、いつかね、ほんときっちり見たい作品、あのロボットアニメだと思う。もうあの必殺技がもうめちゃめちゃ好きなんですよ。ヘル&ヘブンパカッつってね、あの呪文はちょっとごめんなさい覚えてないんで、ガーンってやってスパーンってやってフンつって、もうヘル&ヘブンめちゃめちゃ好きな技なんだよね。考えた人すごいと思う。もう、ね、鳥肌立ってるもん、ほんと鳥肌立ってますもん。それぐらいね、好きな技なんですよ。アニマックスキッズステーションでやったのをたまたま見たんですけども、あの技の叫んでるシーンだけでもうわこれすげえなと思ったんですけど、ちょっとあの確か結構長いあの物語なんで、まあきっちり見てないんですよね。結構複雑だしね、あれ。ただこれはちょっと見たいです。で、続きましてが悠々白書ですね。もう悠々白書はもう大好き、もう大好きな作品ですね。ハンターハンターの前の、作品となっておりますね、はい、原作者が一緒ですね。もう大好きですね、悠々白書は。もうね、当時ツタヤで借りてもうハマってましたからね、本当にもう全部見ましたし、ゲームも買ったし、今一番リメイクしてほしいアニメ何ですかって聞かれたら、もう一発で思い浮かぶのが悠々白書なんです。それぐらい好きですね。友達とめちゃくちゃ語りますから、悠々白書。続きましてが夢食いメリーですね。はい、夢食いメリーもね、懐かしいね、深夜アニメ入りたての頃の、バリバリのアニメでしたね。俺がね、アヤネルを初めてこう、なんだろう、アヤネルの声を初めて聞いたのがこのメリーかな、確か。俺のデビューですね。俺の、その、アヤネルのデビュー作だと思ってます。勝手にね、この夢食いメリー。で、続きましてが、ゆらぎそうのゆうなさん。こちらもね、最近ジャンプアニメ、ジャンプアニメ、ジャンプで、完結しちゃいましたね。ゆうなさん、おめでとうございます。ということで、次が、ユリシーズ・ジャンヌ・ダルクと、錬金の騎士。ですね、こちらもね、結構1年ぐらい前のアニメかな、はい。で、最後にゆるゆりですよ。ゆるゆりはもうめちゃくちゃね、最高なアニメとなっております。もうね、本当にね、面白い。女の子たちだけなのに、こんな面白いのかって思うぐらい面白いですね。もう全て見てますね。 OVA、ナチュヤチュも見てますし、本当大好き。もうすごいね、 3期もやってるからね、すごいよね、はい、爆発オチがね、3期からちょっと抜けちゃったんだけど、すごく好きでした。ただね、このゆりゆりね、初めはね、1、2話見た時に一旦ね、離れたんです。なんでか知んないけど、1、2話のね、1期の1、2話を見た時になんかちょっと、ちょっと切ろうかなと思って一旦離れたんですけど、何を思ったのかまた見始めたんですね。ほんと、なんだろう、なんでまた見ようと思ったのか忘れたんですけど、また見始めたらもう、すげえハマっちゃって、わかんない、あの頃の心境がよくわかんないけど、ほんとに1、2話の何が気に入らなかったんだろう、分かんないけど、まあ、まあ、運がよく戻って、もうハマったんで、ぜひ4期、もしもあれば、お願いしますということでね、ナモリ先生、よろしくお願いします。はい、以上が、やとゆの、作品たちでしたね。ちょっと長くなっちゃったね。まあ、そこはご了承ください。めちゃくちゃ撮っててね、もうすごくちょっと疲れてはいるんですけど、まあ、まあ、気長にちょっと撮るのもどうかと思いますね。熱い鉄は、ね、すぐ打てって言いますからね。はい。現在ね、あから始まっているので、まだ、過去の、ね、作品たちも紹介している動画がありますので、もしもそちらをまだ見てないって方は、ぜひ見てみてください。ああいう順でこう、分けてますので。好きな作品があると思いますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタン最後まで見ていってください。で、今回やるのはヤユヨのヨですね。ヤギョ最後のヨです。全部で7作品となっております。ぜひ最後まで見ていってね。では行きます。まずはようこそ実力主義の教室ですね。こちらもね、めちゃくちゃこう、いいキービジュアルだなと思って、でもね、1話ね、ぶっちゃけて言いますと、1話見た時にあれこれ何と思って、これ絵だけじゃん、なんかちょっとね、申し訳ないけど1話だけすごく退屈に感じました、ね、この実力主義は。なんだろう、いいとこもなければ悪いとこもないなと思って、ちょっとね、これ2話以降で
切るか切らないかちょっと迷いましたけど、まあ2話以降は普通だ、普通にこうだんだん面白くなっていったんで、見続けました。で続きましてが幼女戦記ですね。はい、もう異世界カルテットの一つ、幼女戦記、もうめちゃくちゃ面白かったよね。まさか中身が男なんて、男だったっていうのはちょっと予想外でしたけどね。で続きましてが夜桜カルテットですね。まあもう懐かしいな、夜桜カルテット。これねハマるのめちゃくちゃ遅くて、でたまたまこうネットで見て、ね、記事を見て、そのこれ面白そうだなと思って、見てたんですね。そのどういう感じで見てたかっていうと、その仕事が終わって、その当時は仕事してたんで、その仕事が終わったその日の最後の寝る前に見るようなアニメにしてたんですよ。なんでも仕事が終わったらもう夜桜カルテットを見て寝るんだって思うと、もうなんだろう、その次の日やる気が出ましたね、その一日が。もちろんその次の花歌も見ております。続きましてがヨスガの空ですね。ヨスガの空はもう伝説級に、もうインパクトを求めるならヨスガの空見てちょうどって感じで、続きましてが夜のヤッターマンですね。まあそう、ヤッターマンは知ってるけど、何夜って何と思って、でキービジュアルもなんだろう、めちゃくちゃなんか今風だったんで、はい、まあ、気になって見ましたね。ヤッターマン好きなんで。で続きましてがヨルムンガンムですね。ヨルムンガンムもね、こちらもめちゃくちゃ面白いね。銃撃戦がねいいよね、バトルもいいし。でラストが呼んでますよアザゼルさん。これもう下ネタがめちゃくちゃすごいから本当笑えるよ。あとね、すごい有名どころの声優しか使わない、本当どれもこれもメイン級の、ね、声優を集めて描いている作品となってますね。2期まで集めます。3期やってほしいんだよねこれ。以上が世から始まる俺が知ってるアニメ作品でした。よかったらね、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。引き続きアニメを紹介していきますのでお付き合いください。ではバイバイ。